はい、リキッズチャンネル、はい、始まりましたね。始まりました。はい、今回やばいですよ。やばい？やばいです。ショベルバラバラにします。おー、はい、ショベルバラバラにしちゃうんですよ。はい、まあ、何かと言いますと、大阪のお知り合いの方がリジットのパンを乗ってるんです。うん、でその方が4速フレームのがいいらしくて、うんうん、で僕はリジットフレームがいいっていう話で、うん、ちょっとスワップして、うんうん、バラバラにしてね、変えようかなっていう感じになってます。まあちょっとややこしいんですけど、フレームを交換するっていうよりは、うん、なんか分かりづらいじゃんそれ、うんうん、それいいのみたいな感じじゃん、うんうん、っていうよりはなんかまあバイク自体を変えっこしてエンジンとか他のパーツをまたさらに戻すみたいな。へー、まあ、ちょっとややこしいんです。なるほど。はい、ただちゃんと公認ね、原動機積み替え公認取って、うん、ちゃんと登録は大丈夫なんで、うんうん、大丈夫だと思うんですけど、はい、はい、ということでショベル積んでます。はい、はい、もうすでに解体されてるね。そう、すでにね、ちょっとバラしたんだけど、うん、ある程度、うんうん、あとはもう向こう行って、うんうん、全部バラバラにしてへーって感じですかね。はい、やっぱね、あれですよ、なんか4速買ったんですけど、うんうん、結局やりたいカスタム、うん、いろいろ考えてったらですね、うん、どうにもリジットの方が格好がいいと。なるほど。やりたいことは、うんうん、ってなって、でそのたまたまタイミングでね、4速がいいっていう方がいたんで、うんうん、その人で、ね、うん、買えます。はいはい、っていう感じです。まあ今大阪途中サービスエリアなんですけど、うん、まああとちょっとで着くんで、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、お願いします。はい、もう着きますよ。もう着いたじゃん。着きましたね。着きました。あれ、相棒のバイク、ショベル。ほんとだ、着きました。行きますか。行こう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この間振りで、はい、キンキンでね。そうだね。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうバラバラよ。そうね、これね、これを乗せ替えるわけですね。そういうことです。はい、使いました。あ、ほんまっすか。あ、借りたんじゃなくて買ったの。借りてたんですよ、はい、で、もう買いました。いいですよね、このサイズ。あ、全然、はい、あ、すいません。バックルは上です。バックル入れないとダメなんですよね。あ、そうですね。車検はバックルないですよ。よいしょ。もうちょいバックぐらいで。そこで。お客さん大丈夫ですか？大丈夫です。あ、持っとけか。一足入れときます。じゃあ大丈夫。大丈夫です。これバレンタイン。ああ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。棒立ち。何もできないんで。ね、一緒です。見守りましょう。慣れてきました。うん。追いつされるの？お。え、なんで？私の写せって言ってる。あ、後でね。写りたがりだ。ちょっと白だいた。あ、ワンコ買ってからですか、これ使いました。いや、ずっと昔から。あ、ですよね。多いわ。
あ、遠いね、近くない？あそこ入らんかった。あ、そう、奥で。あ、大きいからね。そう、専用工具ってそれです。これもやし、これクラッチの、あ、このハブをバーンって取るやつとか、これもクラッチ、はい、空回り製品。あ、ゆるゆる足場ねえか。そう、足場がないの、結構切りづらいかも。半袖になるわ。うん、どこばらせばいいですかね。はい、ミッションのね、はい、この下にナット5本に止めてるんですよ。はい、そこをバラす。うん、あ、ボクサーが。あ、またおかえり。あの子前見たね。そうそう、はい、前見た子。何、うまくなった。歌うのは大丈夫です。歌うのは大丈夫。アカペラ、アカペラ大丈夫。何の歌ですか。何でも、何でも。下から上に入ってるボルトって、ね、そうそう、ナットになってるから、はい、このね、プレート止めてるやつじゃなくて、こっちの、うん、はい、4箇所と、ここの下に1箇所があるんですよ。あー、そうですね。工具が手前のと、オイルでドロドロやから、はい、工具が、工具がないの。いや、ちょうどいい延長がない。あ、ありがとうございます。これもうドロドロ、ほんとだ。白 T やばいんじゃない。あ、いい、使い捨てじゃん。そっか、抜き切っちゃって大丈夫ですか。あ、大丈夫です。たくさん読んで、はい、アザラシみたいなとこ。お餅が吠えてるからお餅取ってくるね。看板娘を。そう、お餅ちゃん、お餅。え、可愛い、買って欲しかったの。お餅です。お餅です。可愛い、カメラに慣れてますね。まだ5ヶ月やね。嬉しいね。後で遊ぼうね。サボると怒られるから。ネジ全部一緒？一緒で一緒。ちょっとさ、何？キッチンペーパーのみたいな。はいはい。取ってもらっていい？助手。助手。白？白。あ、なんか俺がやったかと思った。なんか来たっすよ。あ、Pだ。これ。うん。これは大事なやつ。やべえ。俺ただボルトよ。もう半ぐらい抜くだけや。本当？軽い作業？軽い作業。こっちごっそりいってるよ。ごっそりいってる。で、踏んだりバラしたりしてボルトとかナット余ったことないですか？あ、しょっちゅうですよ。そうっすよね。はい。全然気にしてないです。何なんすかね、あの余るの。なんで余るかほんま分かれへん。これ。よいしょ。ドロドロ。ドロドロ。途中で分かんないな。あ、ほんと。OK です。はい。はい。から見たらさ、うん、やばい店だよね。やばい店だよ。解体して、すごい。俺普通に見たかったわ。え、あ、ミッション側バラすの。あ、もうバラしちゃったんだ、これ全部。で、もうこれでミッションごっそり。あ、すごい。だ。そんな？あの、違う違う。大げさやもんで。あ、ジャッキかましパンと。だ。大丈夫？今日も血だらけで帰るんじゃない。今日も、今日もそんなキックペダルつけるでだって言われる。コメントでね。ペダルないと蹴れないですよって言ったら、アホかお前。やばくないですか。すごいですよね、アホ言われたもんな。言われたね、アホ分かっとらんよって言われた。え、でもペダルないと蹴れんくない。そのペダルじゃないわみたいな感じじゃなかった。そう、うん、どこで押さえるですか。ここで押さえるですか。あ、そこで。よし、あ、すごい。よいしょ、すごい。で、戻します。あ、ちょっと待ってください、さっき。あ、すごい、積んでるの。で、僕のミッションを、あ、死に服屋とは思えない。本当だよ、バイク屋さんだよね。
すごいね、何でもできちゃうって。これしかできない。ずっと昔から触ってるっすか。もう10代からっすね。すごいね。あの床気にしない感じですか。はい、後で拭く感じで拭いてもらうんです。ゆりちゃんね、めっちゃ疲れながら。オッケー。で、さっきのスイングアーム落としてもらえたら。また行ってる。月指の紫になる。あ、痛いやつ。そうそうそう。切り傷が全然。こっちにエンジン引っ張り出すんで。はい。こっち側バラしてくる。こっちのこの辺。はい。当たってくるんで。了解です。仕事与えられましたか。はい。頑張って。見習いだもんね。2人がね、こうやっていじってるの、この画面で見てもパンチヤバすぎるから、これ十分サムネになる。あ、ほんとに。そうそうそう、最初こうやってフレームこうやって持ち上げてサムネ撮ろうと思って。あー、十分と思うけどね、どうなんだろう。あと私、全然わかんないけど、今映しちゃっていただくの言って、大事なご相談。塩分下ろすとこじゃない。あ、オッケーオッケー。13あります。13。はい、13か。あ、13。あ、すいません。ありがとうございます。一生かかるわ、この間。一生かかるわ。日が暮れちゃう。よし。ただあ、そこっすよね、僕ちょっと思ったんです。これが入れ、そういうことっすね。これがわかんない。ロータリートップやから入らん。オイルタンクがダメって。そうなんですよ。ラチェットトップは全然そんな盛り上がってるんですか。もともとついてたのこれなんですよ。はい、あれ、はい、薄いんですよね。でも普通やったら問題なく入るはずなんですよ。はいはいはい。確かにドルついてる。そう、ってやったらこれ一緒ね。あー、そうそうそう、ラチェット問題発生。うん、ボイルタンクはもう3回目だ。マジ何回行くの。まあ無理か。これやったらすんなり入る。はいはい。これをもうついちゃうか。それいいんですか。あ、これはいい。これどっちにしろこっちにはつかんってやつ。ああ、いいですか。はい。じゃあそれでいきましょうか。どうしようもないですよね。そうそう。これと加工するしかないってことですか。そうそう。加工するか、ミッションの世界か。ミッションもう僕、買ったのエンジンだけになっちゃう。これでオイルタンク3つぐらい。やばいね。やばいマジで。しかもまあまあ高い。へえ。3万とか。高っ。めっちゃあるっすね。買ってつけてみる。これエンジンこれ。ん？うん。もうそのままごっそりいけるんだ。うん。すごい。あ。すごいやになるね。すごいやになるね。あね。へえ。可愛いじゃん。色、うん、まあ、タンクつけようとしちゃった。え、これん、これも分割ですもんね。そうっす、株がいるっすよね。株がいりますね。切り落としといてください。え、あ、だからもう落としちゃったからつかないんだ。もうちっちゃいタンクじゃないと。こっち側ちょっと持ってて。あ、ごめんなさい、ちょっと役に立たなかった。ちゃんと教えてよ。めちゃくちゃ役に立たなかった。いかつこの辺だ。本当だね。いいじゃんこれ。黄色のタンクもね、あれ。タンクもこのファイヤーなの？うん、やれとるファイヤー。めっちゃいいじゃん。使わないですかあれ？え、使います。あ、使うんですか？タンクはね、これ純正なんですよ。あ、そうなんですか。あの、どっち道だわ。そうだ。譲ってもいいですけど、めっちゃ高いです。ピーナッツいきます。大丈夫ですか？役に立ててます？はい。フレーム変えるというか、もうバイク変わってる完全にね。ああ、よっしゃ。すごい、だんだん完成されていく。はいはい、僕も結構手前から持ちました。皆さん、この休憩でエンジンはもうあと引っ張り出せる状態。一回これ持ち上げてもらって。めっちゃ重そう。何キロぐらいあるんだろう。これサムネちゃう。これサムネかも。ちょっと待って、違う、いいですよ。あ、これマジっすか。ビッコ欲しい。いけます？めっちゃ重たいじゃん。はい。
諦めた。二人で行けるのこれ。これマジですこれに。やばいっすね。そんなことない。まだ綺麗。まだ綺麗。うん。まあ汚れたらさ、うん、服屋さんだから。あ、買えばいい。買えばいい。お昼まだです。お昼まだです。今何時？1時。1時。うん。半袖は寒いね。かっこいいね、やっぱ。お店？うん、めちゃかっこいい。あ、ついにエンジンやるんだ。どこ持つんですか。抜きますよ。はい。せーの。あ、オッケー、オッケー。すごい。あ、2人だったらまあ。よいしょ。あ、よし。乗りましたよ。すごい。あとボルト、はい、突っ込んで。枕。そんなんだね。乗った。すごい。次こっちから。はい。あ、そっか。ファンヘッド。こっちはね、意外と軽いんですから。あ、へえ。びっくり。あいつもびっくりした。いけたっすか。いけたっすか。いけたんだ。ギリギリギリほんまギリギリいけた。すごい。予定通りでした。はい、だいぶ完成しましたね。形になってるね、はい、もうだいぶ。ほんと雑用にもなってない俺。役に立たんかった。役に立たん。いや違うやろうと思ったら、うん、スペース狭すぎてさ、デブくて入れんかった。入れんかった。すごい、うん、だいぶ形になってね。もう違うバイクやん、ね、そうだね、うん、やっぱフレームって全然違うんだね。違うし、オイルタンクもフェンダーも本当じゃん、ファイヤーになってる。そう、どうすればいいですか。僕のフロント周りくんだと思います。ドリルです。あ、これです。ああ、フロント周りは任せてください。はい。オイルはこれで。ああ、わかりました。任せてください。フロントは自信あり？フロントはね、誰でもできる。あ、そうなんだ。じゃああれね、お前はフロントしか触んなってことね。フロント。よいしょ。フロント頑張ってください。かっこいいな、パンヘッド。パンヘッドいいよね、うん、かっこいいより可愛いのイメージだな。でも丸くて、そう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 。先生に怒られる。そうだよ、サボってると。めちゃめちゃ大変なんこれ。めっちゃ大事？大変。大変？繋がってる。なんか手伝う。お前新入り？お願いします。新入りです。うん。まあ見て覚えてって。はい。かっこいい背中見て覚えろのやつ。まあフロントは任して。それしか言わんじゃん。いいよ。いい話していい？いいよ。はい。あ、そういえばツイッターで。うん、最後はみんなで徳島に焼肉来てくれるんですよねとか言って。徳島遠いっすか。ね、150キロぐらい。ああ、ほぼ帰るのと同じぐらい。そうだ、四国でしょ、徳島って。四国な。四国だよ。新入り。はい、新入りです。見て覚えて。はい。あんま調子乗ってると怒られる。そうだよ、早くやれって。逆だよ、多分ね、フロントももう任せてくれんくなる。そう、触んじゃねえ。そうそうそう。キャリパーが後ろっすね。後ろっす。何時間経ちます？もう1,2,3,4,5,6 時間ぐらい。うんうんうん。もうちょっと、うん、うん、こうやって押さえようか。ん？いいの？滑るから覚えた。覚えた。もうね、フロントは任せてください。ゼラ簡単だが俺。フロント番長。おお、
かわいい声あいつ頑張っとる頑張っとんね僕も吠えるんだなかなかないんじゃないですかんいきなりバラすとか言っていやないでしょ初めて見たしねあんななんていうのカリコリの姿あ、俺が俺じゃないよ俺は見たことないよカリコリないかタイヤ組んだら、堀内さん事故るって何でその危ないこと言うのレッドトーンえっおお張り合ってきたうーって取るよ怒っとるめっちゃ怒っとるめっちゃ怒るいかが怒っちゃうえ、かわいいがえ、俺今何どんぐらいのサイズだった俺何が俺のワンワン俺の何ワン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 中型犬ぐらい中型犬嘘中型犬ぐらい嘘、うん、めちゃくちゃ大型のつもりやったあ中型犬はい助手はい2分の1取ってくれ2分の 1? うんこれかな2分の1あこの中で探すの、うん、むず割と小さなあ、あったあはい2分の1あれ、ね、びっくりしたあいつ頑張っとるもんなねえ、なんかわかる頑張ってる感じ頑張って犬 やろうとしてるいっそいっそるかわいいだいぶ形になったよねねえもう走れそうだもんね走れそうだね走れそうだいぶ疲れてるいや、ホリリーさんの方がでそれそうだよねうん？これがあれですねヤフオクで、はい、熱くなったタンクはい10万ですムカついてきたもん落ちんなあーそれっぽいおおすごいある程度完成されてる完成はされてねえなあとマフラーだけじゃないのってあマフラーですねあそうや変わったなだいぶバイクちゃうやんそうだねあそっか YouTube 見てくれてる人がさ、うん、全然ちゃうよなそうなのタンクも違うしさあそうフェンダーも違けりゃ、椅子も違けりゃそうだね、全部違うだからフレームも違うからねフロントオークとハンドルだけじゃん、そのまんまのそうだねあれワイドに変えてうんあとは、プロにお願いして公認取って、うん、公認取ってうんうんよしですねはいはいあっちのパンヘッドも、まだまだもうちょっとかかりますね、うん、そうだねはいって感じで締めますはいはい、ということで、はい、またね、こいつこっからさらにグレードアップしてくれてあ、さらにそうなの一旦一旦しようはいはい一旦しようなんで楽しみにしていてくださいはいはい、という感じで動画終わりますはいありがとうございましたありがとうございましたどうぞ